小玉ダムは福島県いわき市二級河川夏伊川水系小玉川に建設されたダム。高さ102メートルの重力式コンクリートダムで洪水調節、不特定利水、上水道、工業用水道、発電を目的とする福島県営の多目的ダムである。ダム湖の名は小玉湖という阿武熊高地に橋を発し、 いわき市で太平洋に注ぐ夏井川の水は古くから農業用水や浄水道用水として利用されておりまた急な河川勾配を利用した水力発電所の建設も大正時代より行われてきたしかし1973年1978年の夏は渇水で水不足が発生しておりさらに住宅地及び工業団地の開発により浄水道 工業用水道水への需要も高まっていた。一方、急流のため洪水による水害の被害も多く、用地確保の問題から、稼働拡幅による対策を講じることが困難であった。ことから、ダムによる洪水調節が最適と判断され、夏井川総合開発事業の一環として、支流の小玉川に小玉ダムが建設されることとなった。小玉川は、長さ2 0トル 流域面積72.6平方キロメートルの川で阿武隈高地に橋を発し、岩木市小川町中心市街地で夏井川へ合流している。農業用水の水源となっているほか、2カ所の水力発電所も建設されている。かつての電力会社、平原原力によって1931年に小玉川第一発電所が1935年には、その上流で、 小玉川第二発電所がそれぞれ運転を開始し、現在はいずれも東北電力に継承されている。建設する小玉ダムは計画降水流量900リッター、片メートル毎秒のうち680リッター、片メートル毎秒を調節するほか、不特定利水容量を確保して、既存の用水路の取水を安定化させるとともに、河川環境の保全を図る。また、岩岸向けに、 上水道用水として、日量1万5000立方メートル、吉間工業団地向けに、工業用水として、日量1万1000立方メートルの取水を可能にする。小玉川第一発電所は、小玉ダムから最大3.89立方メートル毎秒の水を取り入れ、最大2800キロワット、年間688万3000キロワット時の電力量を発生する。 小玉ダムの貯水容量に発電用水は配分されておらず、あくまでも小玉ダムからの利水放流を活用する水力発電所という位置づけである。小玉ダム建設に向けての予備調査は1972年に、実施調査は1975年に開始された。用地取得並びに保証に関しては1981年に着手し、1983年に、 ダム建設を採択、同年度末にダム上下流地域との保障交渉が妥結した。工事はまず1984年に指導の付け替えに着手し、1987年に着工した仮廃水路が1989年3月に竣工同年8月には漁業権への保障が妥結となり、同年10月にダム本体工事が着工。同年12月より、 ダム基礎の掘削を開始し、1991年4月から1994年にかけてコンクリート打設を行い、1996年にダム本体工事竣工、1997年3月24日に竣工式が取り行われた。試験淡水は1995年11月から開始し、1997年5月にサーチャージ水位に到達。 その後水位を常時満水位まで低下させ、同年7月の完了検査を経て、同年8月1日より小玉ダムの供用が開始された。掃除業費は353億円。JR 万越東線、小川郷駅から小玉川に沿って上流へと進み、岩き市出身の作家、草野新平の文学館を過ぎると、小玉ダムに至る。ダム周辺は広く開放されており、 いくつかのゾーンごとに施設整備が行われている。ダム砂岩の管理所周辺は施設ゾーンとして、ダムの案内看板や記念碑、広場や公衆便所を配置し、高台は展望ゾーンとして整備された。ダム天場を渡って右岸には散策ゾーン及び歴史と文化のゾーンを設け、60メートル四方の巨大な鬼の壁画が作られた。 これは当地に伝わる鬼ヶ城さんの伝説にちなむもので、坂の上の田村丸が鬼退治をしたと言われており、デザインは工房で選ばれた兵庫県神戸市在住のスウェーデン人が担当した。ダム湖の中ほどには、左岸側にアスレチック遊具を配置した湾泊遊びゾーンが、右岸側には水事施設などを設けた野外活動ゾーンがある。上流は浸水ゾーンとなっており、 小玉川第二発電所や古いダムの遺構が残る。小玉ダムの上流には、小玉川第二発電所の取水ダムがある。万越自動車道、岩木山和インターチェンジから、福島県道66号小名浜小野瀬を北上し、小玉川を渡った先で右折すると、小玉川第二発電所の取水ダムに至る。高さ15.15 15メートルの重力式、コンクリートダムで、 東北電力の発電用ダムであるが、ダム便欄には掲載されていない。1934年、平良電力が、公費57万2千円を持って、寄港、1935年に竣工した。幅6メートルのテンターゲート2門と、ハイサモ門を2門備える。ダムに蓄えた水は導水路を通じて、小玉川第二発電所に送水され、最大2920キロワットの電力を、 発生する。ありがとうございます。